感染防止とは、救急活動時に感染防止のため着用する服装である。東京消防庁の感染防止のイラスト感染防止は、救急隊の被服といえる救急活動に関わる機関を着用することがある。日本の消防では、救急隊のほか、救急支援や救助活動時に救助隊やポンプ隊等も着用する。基本的には、色材扱いの場合が多いが、 救急隊はほぼ被覆と言える。水色が一般的だが、救助隊用にオレンジ色のものを取り入れる消防本部もある。東京消防庁では部隊によってデザインが違う上に、救急隊とポンプ隊は選択して再利用できる新型のナイロン素材タイプだが、特別救助隊と消防救助機動部隊は動きやすい、腐食不正の使い捨てタイプと使い分けている。 海上保安庁でも特殊救難隊や機動救難士が海上での救助活動や救急搬送を担っているために着用している。各機関により違うが、ドクターカー出動等でスタッフが着用している場合がある。感染症や出血など感染の可能性がある患者に対してだけではなく、特に救急隊は常時着用している場合も多い。 不織布製等の使い捨てタイプが主流だったが、近年はナイロン製やゴアテックスで耐久性や防水機能に優れ、洗濯して数年使い再利用できるタイプがある。救急係、救助隊の服装感染防止。ありがとうございます。